吉田さん、儲けて何が悪いっていう言葉ありますよね。まあ、あれをこっちに置いといてね。じゃあ逆で攻めていきましょう。儲けなかったら、いろいろ悪いよね。だって儲かんなかったらさ、店潰れるでしょ従業員クビでしょ取引先への支払い払えないでしょどうやって生きていくの儲けて何が悪い儲けるからこそ従業員に給料、ボーナスあげれる。設備をね、新しくできる。取引先への支払いもちゃんとできる。家賃も払える。いいことずくめじゃないの。 世の中ね、儲ける人がたくさん生まれてきて、儲ける人ばっかりだったら幸せ、平和ですよ。儲かなかったら悪いでしょ。儲けて何が悪いよね。逆にすると、儲かんなかったら悪いことだらけだよ。そら俺がよく知ってるよ。儲かんないからさ、借金して社員の給料を払ってたんだよ。で、社員は、いや、俺はこんな給料じゃなくてもっともっと稼げる仕事をしてるはずだと思うから給料安いと思うわけでしょ。いや、実際はさ、 お前ら一日も出てこなくていいよ。金はあげるから。そっちの方がまだ楽だよ。みたいな感じだよね。だって出勤してこられたら、いろいろ監督しなくちゃいけないじゃん、その辺ね、うん。なんか出勤するからこそ余計な仕事が生まれて、監督責任が生まれて、通勤に対するね、なんか労働保険とか減るし、うん、お、ま、前、あ、ずっと家にいろよ、もう。給料はやるから同じだけ。そっちの方がまだこっちの支払い少ないよ。みたいな感じです。儲けてないより、り儲けなかったら悪いことだらけだ。 ということでございます。